現地8月16日、オーストラリアニュージーランド共催の女子ワールドカップは準決勝第2試合が行われ、イングランドが地元オーストラリアに3対1で快勝。スペインが待つファイナルの舞台に駒を進めた。フォト、レーマン、モーガン、清水リサ、欧州ニュージーランド女子 W 杯を彩った美女フットボーラーたちを特集。 どちらが勝ってもワールドカップ初制覇となる世紀の一戦。A 氏、デイリーメールは対戦相手であるスペイン女子代表チームの底力に改めて感服した。というのも、この数年間にわたってチームはたびたびスキャンダラスな出来事に見舞われてきたからだ。同志は、その中心に常にいたのがホルヘビルダ監督だ、と指摘。 代表選手たちと指揮官の間には絶えず圧力があったと報じている。スペインの U17 や U19 女子代表での指導を経て、2015年から女子 A 代表の指揮をとっているビルダ監督。就任直後に早速国際大会でチームを優勝に導くなど落腕を振るったが、選手たちとの信頼関係はうまく構築できなかったようだ。2019年まで、 年長の代表選手たちはホテルの部屋の鍵を閉めてはいけないと指示された。ビルダ監督が部屋やコンディションをチェックして初めて、施錠が許されたという。さらに、監督と特定の選手たちとの親密な関係も疑問視され、ビルダ氏のジップがスペインサッカー連盟女子部門のトップであることも何かと反感を買った。そして2022年7月、選手たちの不満が爆発する。 ユーロ2022の準々決勝でイングランドに1対2で敗れた試合後、ベテラン選手たちを中心にビルダ監督の戦術やトレーニング、対戦相手のスカウティングなどが全て不十分であると主張し、解任を求めたのだ。スペイン連盟のルイス・ルビアレス会長にも直談判したものの、会長はビルダ政権の指示を明言して事態をあっさりと収束させてしまう。2ヶ月後の9月、代表メンバー発表を前に、 今度は15人の代表メンバーが連盟宛にメールを送り、メンタルヘルスの観点から、私たちはビルダ氏が監督である以上、今後招集は受けられないと強行手段に打って出る。だがこのアクションに対しても連盟側は、深刻な違反行為だと非難して突っぱねた。前代未聞の反乱を経て、ビルダ監督がどのような23名を今大会のメンバーに選出するのかが注目された。結果 クーデターを起こした15名から選ばれたのは3名のみ。デイリーメール、氏は先行外となった12名にはバルセロナのマピレオン、パトリ・ギジャーロ、クラウディア・ピナ、そしてアトレティコ・マドリーの GK ローラ・ゴジャルドラが含まれていた。とりわけレオンとギジャーロの欠場は、本来ならば戦力的に大きな痛手となったはずだ、と説明している。ところが、大会が開幕するとチームは力強く有約した。 グループステージの日本戦こそレー4の惨敗を喫したが、決勝トーナメントに入ってからはスイス、オランダ、スウェーデンを持ち前の攻撃力でねじ伏せて堂々のファイナル進出。同志は、苦しいメンバー構成の中でスペインがここまで到達すると、誰が予想できただろうか。驚異的な結果である、と称賛した。